清水昇格決定ということで、清水エスパルスのファンサポーターの方々おめでとうございますというところで、昨日ですけども清水エスパルスの来季の J1 復帰昇格が決まるというところでございます。まあ本当昨年は苦しい1年間でしたね。最後の最後で国立競技場で、涙を飲むというのが1年前の清水でございました。まあ、そこからこう勝負弱いんじゃないかみたいなね声もあったんですけれども、ただ、前節の敗戦からしっかりと今節勝つとね、そのイメージというところも今後払拭できるんじゃなかろうかというところでございまして、それではまあ24年の振り返りですね。まあ、清水これまでの軌跡をたどるというところでございますけどもね、まあ清水に関してはだから本当にこの J2 沼チャンネルをもうね、ご卒業というところなんで、まあ来年から清水の話はこっちではやることはまあほぼほぼなくて、メインチャンネルですね、動画概要欄でメインチャンネルの方でやってきますんで、よかったら、ね、そっちまでよろしくお願いいたしますという宣伝にはなってきますけども、じゃあやっていきましょう。こちらというところで、これが清水エスパルスおよび J2 の順位表にはなってきます。最新の順位表というところで、1位清水エスパルス勝ち点76で昇格決定、66得点38失点なので、まあ得点数がじゃあリーグ1位かというと1位でもない、そして失点数がじゃあ一番少ないかというとそうでもないというところなので、まあ得点数失点数よりも本当目の前のゲームをしっかり勝ってきたというところでしょう。まあジェフ千葉さんは2回ぐらいなんか野球みたいなスコアをねやっていたんで、この得点数みたいなところもねあるかもしれませんけどもね、まあ本当これね3位以下は相当大接戦になってますし、ね、清水にしても横浜 FC に関してもね、長崎とね、三つどもえみたいな時期がありました。で、長崎はちょっと夏場大失速で差が離れてしまっていますけども、ただ、やっぱりこうね、この3位、プレーオフとね、自動昇格圏内というところは天国と地獄の差がありますんで、さあ、まだ秋葉監督も、この間のゲームで言ってましたけども、まだ何も勝ち得ていないという話はされていました。さあ、優勝へ向けてという残りのゲームになってくるでしょうというとこですね。でこちらで、これが今年の清水の試合結果の振り返りですね。まず19節、まあ、前半戦を振り返っていきましょうというところです。まあ、熊本、愛媛2連勝、その後長崎には1対4の敗戦というところですけども、これ負けた後に結局連敗しなかったっていうのが特に前半戦は、目立つと。まあ、黒星がなかったわけではないんですけどもね、ただ負けた後はしっかり勝ってるという清水、これ結構大事ですよね。まあ、どこのクラブもそうですけど、一旦負けてしまうとずるずると行ってしまうみたいなクラブはねいくらでもあるんですけども、しかしまあ清水はね負けた後もしっかり勝ってと、長崎に敗れた後もしっかり3連勝とねいうとこなんでね、まあこれまで清水の多くのサポーターがねアウェーチームにも乗り込んできたんで、まあアウェー清水がいなくなることによってアウェーの集客率がねどうなるんだ問題はちょっと J2 はね、あるかもしれません。まあこれ見て分かる通りね、ホームのゲームもそうですしアウェーのゲームも結構入ってますもんね、ちゅうところですね。で山形にはだから山形にはダブルを食らってんですね。7節か3月30日に敗れて、この間のゲーム敗れてますんで、清水が今年唯一なのかな、勝てなかった、まあ連敗というかね2つ落としたのはこのね、山形のみですかね。横浜 FC に負けてませんし、山口にも勝ってるし、長崎には勝ってないけど2敗ではないですもんね。ちゅうところで山形には結局勝つことができなかった。山形逆にすげえなっていう感じがねしますけどもね。でそっから徳島や、に引き分けた後はそっから何連勝、7連勝ぐらいしてんのかこれね、達成と。で横浜 FC に敗れる、しかし水戸に勝ってね、山口戦6月2日の山口戦ですね。この試合はねちょっと予想外の展開、僕もこの試合はリアルタイムで見た感じが記憶がありますけどもね、敗るというところでした。だからこの辺は連勝がなかったですね、連敗もないけども連勝もなかったっていうところだから、16節からこれ次の表に行きますけどもね、16節から21節ぐらいまではちょっとね清水も苦しい時期を過ごすというところでね、その後だから愛媛秋田に勝ちきれずで連敗、ここが唯一の連敗ですね今のところはね。まあ唯一はそうか、連敗唯一かまだね今のところはね、まあ最後2連敗する可能性もあれだから、まあゼロではないのか、まあちゅうところで、まあここが今のところ唯一の2連敗とね、愛媛秋田っちゅうところに連敗、ほんと清水はなんか秋田にねあんまりこうすっきり勝ってるイメージがねないんですけども、1対3でやで、そっからね岡山、ジェフ千葉、
大分に3連勝で、ね、岡山ジェフ千葉っていうね、それこそプレーオフ圏内にいるクラブにしっかり連勝達成と、で仙台に敗れる、1対敗るんだけども、そっからまた3連勝というか、その仙台戦敗れて以降はこの間の山形戦負けるまでずっと負けなしで行っていたので、ここもでかったですね。夏場の連勝と負けなしというところ、まあね、33節横浜 FC に引き分け、そして、水戸に引き分けっていうところが、ね、ありました。でただ山形にも勝ちきれずで、3試合勝ちがないっていうちょっとね不安なところもねあったんですけども、しかしまあなんだかんだで勝ち点はしっかり稼ぐ。そして前回、昨日のゲームですね、栃木、まあこれまだ栃木戦の結果反映されてませんけども、栃木に勝利というところで、まあ勝が決まる。まあこの栃木戦に関してはね、栃木もホームゲーム史上最多の観客数が入った、でも降格も決まったみたいな、なかなか難しいねところでありました。さあ残りいわきロアストに、ここからね連勝して優勝を決め切ることができるかどうか。まあ試合終了、秋葉監督も言ってましたけどもね、残りホーム2試合ね、今年山形にしか負けていないホームで2試合できるのは相当ね有利じゃないかっていうところには、なってきますね。でこちらで清水の今年のデータ的なところですね、数字的なところにはなってきます。まあシュートの本数リーグ1位、チャンス構築率リーグ1位、得点数1試合平均でいうと 1.8 で1位とね、いうとこなんで、まあすんごい高い数字を、残した清水エスパルスには、なってきます。まあ1位がね、並んでおりますね。1試合平均で 1.8 得点すごいっすよね。で成功率は、3位 11.5 というとこですんで、まあチャンスをしっかり作った上でね、得点を決め切ることができる。でこのチームなんだかんだで、あの途中苦しかった時もそうですけどね、外国人選手、夏場加入の外国人選手が最後結果残すみたいな、鹿児島戦もそうだったかなとかもあったんで、終盤の粘り強さ、この辺の数字になかなか出づらいところかもしれませんけども、まあ、終盤の粘り強さ的なところも清水は、非常に感じるところが今年はありました。で守備のところに関しても非シュート数が3とか非チャンス構築率がというところで、まあ、失点数は 1.1 なので、まあ、あの J2 の中でいい方だけども、まあこうね、トップ3に入るみたいな数字ではないと、まあ、この辺は 0.1 の差で結構順位が変わったりとかしますんでね、あれですけどもね、まあ、非シュート成功率は13で悪いですけども、ただまあ攻守において基本的にはもう安定した数字を残した清水というところにはなってきますね。でこちらで、これは今年の清水の全出場選手ですね、沖選手の名前とか、ちょっとまだ一部ね、反映されてない選手もいます。まあ、栃木戦でね、出番があった沖選手とかね、一部多分名前がない選手いるかもしれませんが、基本的に多分これが全員出た選手の名前というところにはなってきます。まあ、レンタル組の住吉選手とか、蓮川選手、この辺をうまいこと使いながら最終ライン支えましたね。まあ、住吉選手は完全席でね、買い取れるよりみたいな、獲得できるよりみたいな秋葉監督のね、試合後のインタビューもありましたんで、多分清水としたらね返す気はないのかなと。まあ完全移籍で取れるようにってことは、まだ広島との契約が残ってるっていうことなのか、それとも他クラブとの争奪戦になってるかとかね、いろいろねちょっと考えられるところもねありますけども、まあ住吉選手の来季ね、まあ来季も十分これね、栃木戦のゴールもそうですけどもね、昇格に貢献したレンタル選手にはなりますんでね、まあ住吉選手の来季の去就をちょっと注目というところですね。で今年宮本は本当成長しましたね。ボランチの選手ですけどもね、中盤でハードワークできますし、まあ、宮本の成長を非常に感じる1年間でございました。まあ僕も地元が長崎なんで、宮本選手が長崎でプレーしていたっていうところもねあって、ずっとねどんな選手になるんだろうと思ってましたけども、本当今年33試合29先発中ね、非常に、素晴らしいチームに貢献してくれたというところで、涙のゴールもありましたね、西澤選手で。松崎選手ね、負傷とかも途中ありながらですけど、まあなんだかんだ24試合で6先発、最初の先発でね出ていた松崎選手にはなってきます。で矢島もね、ボランチにサイドハーフにいろんなところで活躍していた矢島、ちょっと今年復活の一年になったんじゃないかというところ。そして乾も活躍しましたしね、やっぱり今年も乾安定して結果残してます。で宇野禅斗もね、町田からレンタできてね、もう先発で出てますんで、宇野禅斗も来季どうなるのかと。まあ、今白崎選手とねレンタルみたいな感じ、ね、白崎選手がレンタルで来て、宇野選手逆か、白崎がレンタルで出ていって宇野が来たみたいな、ちょっとトレードっぽくなってますけどもね。で
キャンプからねその名前ずっと聞いてました西原選手ですね。もうキャンプの、ね、トレーニングマッチの時なんだこの西原中選手はね、毎回トレーニングマッチの得点者のところにこの西原中名前があるぞっていうところでずっと注目をしていたんですけどもね、まあ今年プロ初ゴールも、ありました。16試合1先発、まあ、途中出場がメインでありますけども、ただね来季以降の飛躍が期待できるんじゃないかっていうウイングの選手ですね。で原選手もいてちゅうところで、あとはこのね薬部選手等がやっぱ途中から入って結果残すみたいなところも、ありました。で北川はね本当最後のねゲームであれでしたけどもね、まあ、2桁ゴールも決めてますし、まあ、あとはルーカス・ブラガもね今年加入で本当に活躍しましたっていうのは今年のこのメンバーには、なってきますね。でこちらで、これがまあ最後ですね、スタッツですね。これが90分間換算の清水のスタッツにはなってきます。まあ、1試合金得点数は平均でいうと1位というところ、シュートの本数も 15.9 で1位、そして枠内シュートも1位というところにはなってきます。でも、ふと思ったんだけども、清水って得点数はリーグ1位じゃなかったですよね。長崎の方が総得点は多いんだけども、平均得点が1位というのがちょっとね、まあ、どういうあれなのかなっていう感じもね、しますけども、まあそこはまあいいでしょう。枠内シュートも1位なんで、これの選手の技術ですよね。技術の高さも感じるところにもなってきます。エリア内進入回数も1位で、30メートル内進入回数も1位で、守備のところもね、インターセプトが2位というところなんで、まあ攻守においてね、まあやっぱり躍動したこと清水じゃないかというところで、まあボール保持率とはこの辺は来季 J1 に上がったら若干下がるのかもしれませんし、ただねやっぱ昨年ね悔しい思いをしたヴェルディがまだ J1 にはねいますんで、来季はねヴェルディと清水の国立決戦はなんかありそうな感じがね、プロモーションというかね、まあ J リーグのね無料招待券配って国立で清水東京ヴェルディのなんか国立決戦みたいななんかありそうな感じもしますけどもね。さあそういうところでございまして、まあ本当清水の1年間振り返ってきました。本当1年間まあまあ1年間じゃないか、まだ終わってないか、終わってません、残り2試ありますんでね、まあ本当ここから秋葉監督が言う通りまだ何もね、成し得てはいない、まあ昇格中とか成し得ていない何もちゅうわけではねないとは思うんですけれども、しかしまあ、本当にね、昇格というところ、おめでとうございますというところでございますね。はい、ということで今回以上です。よパルプンテ J2 沼ちゃんでございました。よかったらちゃんとます。